ドム・デル・イーズはアメリカ合衆国ニューヨーク州生まれの俳優、声優、コメディアンである。俳優として知られるデル・イーズは1933年にニューヨーク市ブルックリンクにイタリア系アメリカ人の家庭に生まれる。地元の高校で演劇を学び始めタフツ大学へ進学。1960年代あたりから徐々にテレビや映画に出演し始めて知名度を上げていく。 1970年代から1980年代にかけてはバート・レイノルズの映画やテレビなどによく出演しており、レイノルズが監督を務めた世にも不思議なアメージングストーリーなどでは主演も務めた。大柄な体格と陽気な雰囲気を活かしてコメディ映画への出演も多く観客から親しまれている。また一時期にはメルブルックス監督や ジーン・ワイルダー作品の常連俳優としても多くの作品に貢献した。アメリカ大陸横断レースがテーマのコメディ映画キャノンボールシリーズではジャッキー・チェンとも共演した。かつてゴールデングローブ賞にノミネートされた経験を持つが受賞には至っていない。1987年にジーン・ワイルダー主演の呪われたハネムーンに出演したことによりラジー賞を受賞した過去を持つ。 1965年に結婚しており、子息を3名設けた。そのうちの一人、ピーター・デル・イーズは後にスターゲート SG-1 において、たびたび監督を務めることになり、その縁もあって、ドム自身も第3シーズンでゲストキャラクターを演じている。2009年5月4日、カリフォルニア州ロサンゼルス郊外の病院にて、腎臓癌による呼吸不全のため、 生涯を閉じた75歳をつありがとうございます。